15分経ったら終わります。オッケー、みんなギフトもありがとうございます。おはよう、おはようございます。昨日はチェキカイとチリパ放送ありがとうございました。チリパ聞いた、よかった、ありがとうございました。皆様、今日はジャパンマリユナイテッドクレ事業所祭があります。なんと15歳初めてのステージです。パフォーマンス嬉しい。これからクレイ行きます。着ぐるみ来るから見つけてね。わかった、ありがとう。そうなんです、もうすぐクレイに着きます。嬉しい、15歳初ステージ頑張ります。やばい、緊張するな。そう、昨日はねチェキ会ありがとうございました。ちょっとね時間がバタバタで、あのね前回は結構その配信6時から始まる前に結構時間があって、そのもともとチェキ会はその当日のその6時の前ぐらいにチェキを取ってサインをしてって感じなんですけど、昨日は全然時間がなくって、チェキを取ってサインを書いてるのはいいものの、全部サイン書ききれてない状態で6時から始まっちゃったんですよ。だから結構ね、時間がギリギリになっちゃって、リュウが9時までしかね年齢的に配信ができないから、ちょっとね後半の方はね結構バタバタになっちゃって巻き巻きになっちゃったんですけど、ごめんね。でも愛はちゃんと込めたので。そうなんです、でね前回もめちゃめちゃたくさんの方が申し込んでくださったんだけど、前回よりさらにたくさんの方がチェキ会来てくださって、もうめっちゃハッピーラブツンハッピーラブツンです。ハッピーラブツン、クレで待ってます。屋台全部安いから食べてね。屋台食べたい、ポテトベビーカステラ。そう、ごめんね。で昨日は3種類の服を着たんですけど、であとチリパもねありがとうございますって聞いてくださった方、チリパそうですね、ノーピとの中学生コンビだったんですけど、ちょっと反省点をねいくつか見つけたので次につなげていけたらいいなって思います。チリパのことはねまた後でメールで送るので。そう、佐竹さんの名前知らなくて、いやだって普段さボールボーイ佐竹さんっていう名前で名前しかわかんないから、下の名前ゆういちさんなんて聞いたことなくって、そう信久ってパッと思いついたのを言いました。そう、お便りもたくさんありがとね。全部は読めなかったんだけど、ちゃんと全部読んでるよ、ありがとう。あとハッシュタグチリパでね感想とか書いてくれてる方もいてありがとうございます。そうなんですよね。どこ行くの？今日はジャパンマリユナイテッドがあるので向かいます。で今日はジャパンマリユナイテッドクレ事業所祭、そうリオ15歳になりましたって言おうとしたんですよ。そしたら
忘れちゃってて14歳みたいな言っちゃって普通に。で、あの教えてくださって15歳やばい、今日も忘れないようにしないと。15歳、私は15歳そう、14歳が染みついちゃって、15歳。そうでね、今日のジャパンマリンはあれですね、 2.5 期研究生4人で出るので楽しみ。すごい、 2.5 期4人のさ、ステージって なかなかもう珍しいじゃないですか。だってもうオープニングアクトもなくなったから、結構 2.5 期の4人のステージって珍しいと思うので、皆さんお待ちしてます。27、大学の27はどこから来たん？え？いや、あれ思ったんですよ、あのニューエイプロジェクトの生配信の時に27って書いてませんでしたっけ。だからリオ27って言ったんですけど、あれ違う？ 27って書いてた気がするんですけど、だから27の大学って言った。あれ、ノーピア英語、リオちゃん国語という二人が、あ、ジングルねあれなんか、まあ、佐竹さんと話したりして、あのせーので得意な教科を中学生らしく言ってみようみたいになって、すごいグダグダになってあのあれはリオがそのまあ得意な教科言ってせーのって言ったら ST48 のちりめんパーティーって言うんですけど、ノアピがせーのってリオが言ったらまたもう一回教科を言うのかと思って英語って言ったらしくてだからグダ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 になったんですけど、まあ、面白かったですそう、あ、25って書いてあった？あ、27？ あれ？どっち？久しぶりに来たけど変わらず可愛い、キュン。で、今日はね、クレであるんですけど、なかなかクレに行くことがなくって、なのですごい楽しみですね。しかもお祭りな感じらしいので、すごい楽しみ、盛り上げられるように頑張ります。そして15歳初めてのパフォーマンスステージなので頑張ります。ジャパンマリンユナイテッドの人がみんな YouTube 登録してくれたらいいな。そうだよね、確かにそうだよね。お祭りも楽しんでくれたらいいね。うん、あ、15分経ったら終わるので13分ぐらいになったら教えてください。よろしくお願いします。こんにちは、息子と見に行きます。来てくれるの嬉しい、待ってる。え、結構さ、今日さ、みんな行くよって声が多くって、オカリオスのみんなすごい嬉しい、楽しみ。あと皆様、ニューウェブプロジェクトの YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。あとお話し会の第2再販も受付中なので、ぜひ来てください。お待ちしてます、よろしくお願いします。11月4日のお話し会が今回の第2再販で最後の受付になるので、ぜひぜひよろしくお願いします。おはようございます。今日私のパーナとマーナが結婚した場所、クレジ業者さん行けます。あー、あ、そういうこと、びっくりした。パーナとマーナがさ、クレジ業者さんでさ結婚したかと思った、違うあ、そういうことね。カラスが鳴いてる。え、なんかさ、あのさ、ちょっと相談があるんですけど、最近寒くなってきたじゃないですか。朝起きたらね、声が、あ、喉が痛いんですよ。いや、なんか乾燥みたいな。どうしたらいい？なんか、いや、冷房ももうつけてないし、さすがに。
なんですけど、喉が乾燥してなんかすごい、なんていうの、イガイガというか、な、うん、イガイガではないかな、あの痛くて喉が、加湿器、加湿器もう使う時期なのかな、ねえこれ開けて、もうちょっと開いとる。 Thank you。 ねえ加湿器、加湿器あるんですけど冬になったら出すんですよ。まだ10月なのにもう出していいのかな。だから今日ちょっとガラガラなんですよ。ちょっと喉が痛い。マスクね、息苦しいじゃん。息苦しくて嫌だ。ギフトありがとう。ねえ。今日アクターズの T シャツ着てるね。え、どういうこと？アクターズの T シャツ着てないよ。何アクターズの T シャツって、ね、何の T シャツそれ。え、今日はポテトの T シャツです。ポテトだよ。アクターズの T シャツ、あ、13分経った？壇上読みます。13位石ころ人間さん、ありがとうございます。12位チョパーさん、ありがとうございます。11位日傘のたっきさん、ありがとうございます。10位キキチ PIXY さん、ありがとうございます。9位ドーグラスさん、ありがとうございます。8位キズナさん、ありがとうございます。7位シャガーラピーさん、ありがとうございます。6位ビリーさん、ありがとうございます。5位レオタンさん、ありがとうございます。4位フラペチーノさん、ありがとうございます。3位スクータさん、ありがとうございます。2位ホリちゃんさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 バン、カープ好き石くんさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。それでは皆様、今日も一日楽しんでいきましょう。今日は日曜日ですね。あれ土曜日か、今日は土曜日です。土曜日、土曜日です。明日はね、あ、今日はもうね、あのジャパンマリンの後にもお仕事が夜まで入ってるので配信はできないです。明日はちょっとまだ予定が分かんなくて、朝になるか夜になるかちょっと分かんないんですけど、また予約を入れれたら入れようと思います。それではバイツーン。あ、まだテロップ出てないか。15歳、初ステージ、行ってきます。頑張ってくるね。楽しんでくる。15歳初ステージ、楽しんできます、存分に。ハッピーデーにしていきましょう皆様。頑張ってくる。あ、今日来てくださる方の出席確認しようかな。さっきもね、行くよって声かけてくれた方いたんだけど、来てくださる方コメント欄で教えてください。夜はないのかな。うん、さっきも言ったけどないよ。あ、テロップ出た。それではバイツーン。また来てくださる方はまた後で会いましょう。バイバーイ。